正式リリース前に紹介、時間がない人のための統合版マインクラフトバージョン 1.20.20 アップデート情報をまとめ。匍匐前進が正式に登場、実験から削除され普通にできるようになる。レシピのロック解除も正式に登場、実験から削除され設定から切り替えができるようになる。完全サバイバルでも変更でき、途中からでも変更できる。レシピブックの検索が項目名の単語の先頭のみが一致した時に表示されるようになり、レシピの通知音が Java 版と同じになり、レシピ通知が出ている時はロック解除されたレシピの数に基づいて計算されるようになる。レシピコマンドの構文の変更、レシピ、セレクター、ギブもしくはテイク、レシピ名だったのがレシピ、ギブもしくはテイク、セレクター、レシピ名に変わり、さらにレシピ名のところでオートコンプリートが使えるようになる。カメラコマンドが実験なしで使えるが、エグザンプルプレイヤーエフェクツやエグザンプルプレイヤーリスナーなどの試験的なカメラプリセットは使えない。使いたい場合はカメラの実験を有効にする必要がある。新ゲームルール、プレイヤーズスリーピングパーセンテージの追加。夜をスキップするためのゲームルールで、デフォルトは100で全員寝ることでスキップし、50だと全体の半分が寝るとスキップし、0以下は1人寝るだけでスキップし、すぐに朝になる。100を超えるとスキップできなくなる。なお、完全サバイバルでもできる模様。スクリプトイベントコマンドがベータ API の実験の切り替えを使用せずに利用できる。ブロックステートに関する変更で、アメジストの塊のブロック状態がフェーシングディレクションからブロックフェースに変更され、ダウン、アップ、ノース、サウス、イースト、ウエストの6つの文字列を使うようになる。ハーフブロックのブロック状態もトップスロットビットからバーティカルハーフに変更され、ボトム、トップの2つの文字列を使うようになり、色付きガラスと色付きガラス板が独自の ID へとなる。怪しいシチューがクリエイティブインベントリから削除され、村人がアイテムを持っていて倒してもそのアイテムをドロップしなくなり、行商人が桜の苗木をエメラルド5個で販売する。村人ゾンビが見た目にランクが表示されるようになり、カカオ豆に落下ブロックが落ちると壊れるようになり、ポーションを真上に投げるときにまっすぐ投げるように修正し、水中で骨粉を使えなかった問題の修正。188ものブロックのコードや爆発耐性の変更があり、 Java 版に合わせた仕様に変更。大きなドリップリーフの破壊に少し時間がかかるようになり、足場の破壊は簡単になるなど、ブロックの破壊に関する変更がたくさんある。ダメージ増加のエンチャント付きの武器の攻撃力が分かりやすくなり、旅路の遺跡内にある焚き火がデフォルトで火が消えた状態で設置されるようになり、ピンクの花びらを骨粉入りディスペンサーで増やすことができるようになり、水面から頭を出しているのに呼吸ゲージが回復しなかった問題の修正。おそらくフォントの大きさが大きくなって変わるかも。以上、時間がない人のためのバージョン 1.20.20 アップデート情報まとめでした。